暑そう。ああ、見て、このメンツ。すごい。ああ、おはよう、中国。やっぱむくんだな。むくんだな。目が開かないよ。全然食べれないと思うんだけど、ホルモンうどんが気になるから。声それと冷たい何か飲み物を私にください。晴れてますね。暑そう、今で泊まってきた東横インで一番朝食がすごかった気がする。これ何？これチラシ寿司。これも半分する多いから。これが噂のホルモンうどん。うん、私の好きな野菜ジュース。いただきます。岡山1日目の朝に乾杯。はい。でも起きてお水飲む元気はなくて最悪じゃん。ずっと繰り返してた、喉乾いた、どうしよう寝ちゃおうみたいな。いただきます。じゃあこのうどん、こんな大きなねホルモンが入ってるちゃんと。醤油ソース焼肉のタレ。これは朝から重いぞ。あ、本当だ。うん、焼肉のタレだ。いや、でも美味しいよ。みんなそうなのかな。思ったよりすごい美味しい。美味しい。もっと普通の焼きうどんにホルモン入ってるだけだと思った。これ美味しいね。うん。ちらし寿司は岡山じゃないよね。わかんない。具もいっぱい入ってる。すごい美味しいんだけど。うどんがあるのはさ、香川が近いから。食べていいの？いいよ。 10g だなこれ。おいしい。いいじゃん。朝ごはん会場からの景色からのおかわり、ジャギーン、アイスコーヒー。私はホットです。うん、美味しい。ここにいいな。この卵焼きもすごい美味しい。いや、おかわりだ。美味しかった、美味しかった。アイスコーヒーお持ち帰り。いい朝食だったね。うん、全国の東横行ってみたい。ああ、予定より遅れてる？いや、別にちょうどいい感じです。じゃあまあ身支度して、まあもうできてるんだけど、トイレ行ったりしてね。暑そうだな。私なんかちょっと暑さに弱くてね。なんか年々暑いからみんなそうだよ。そうだよね。なんか前みたいにプールプール海海って焼くぞ焼くぞってならないのよね。なんかもう太陽怖いみたいな。この私がずっと伸ばしているこの髪、もうこんな伸びてるんだけど、とうとう切る決心がつきました。1年ぶりぐらいかな。そんな経ってないかな。でも半年以上伸びてたよね。うん、うん、本当はね、もう結べるほど、まあ結べるんだけど、今もこうやってやったら全然結べるんだけど、
でせっかくねパーマもかけたんだけど、もう頃合いかなってことでね、もう私気に入ってなくはないんだけどね、うん、でもやっぱねあのショートの方がね若く見えると思う。うんうん、あの私自分で自分の動画編集しててさ、誰も私の顔なんかあんま気にしてないと思うんだけどさ、やっぱ自分なりにさ老けたなってすごい思うのよ、うん、でもんちゃんにもすごい言われるしさ、で昔のさ2年3年前の自分の動画見るとさ若いなって思うの。逆に年相応になったけどね、なんか哀愁漂っちゃうんだよねこうロングだと、うん、なんかなんかそんな感じがしてね、もうさすがにちょっとでハイライトもあのもうプリンになってきてんのよ、もうかなりここがもう伸びてきちゃって、そうだからね何が言いたいかって、このロングでの動画はきっと岡山が最後であろうと岡山から帰ったらねもんちゃんに切ってもらうから、でもそう美容院に行かないでもんちゃんに切ってもらうから、だからねこのロングを岡山楽しみください。荷物が少ないし B さんだから楽よね、うん、よいしょ。8時間ぐらいしかいられなかったけど、とってもいいホテルでした。ありがとう東横イン岡山、朝食が最高。カード持ってよいしょ出発。あっ紅茶家電忘れた冷蔵庫の大事大事おはようございます。おはようございます。うわセミ。なんかそこにさコーヒー屋さんがあるらしくてさ、うん、あら沖縄みたいだね、なんかおしゃれだよね。あ自動販売機に岡山限定ないかな、すごっないか、エンパイアっていうのかな。いやだ暑すぎる。東口へ行きます。わあ。いやすごい。まあ天気悪いよりはいいよね。やっぱりさ、岡山電車がかっこいいよね。ね、チャギントンだわ。すごいね。あの岡山って文字がめっちゃかっこいいね。かっこいい。ようこそ岡山へ。猫がいる。うん。歩いても行けそうだけど、路面電車に乗ってみようと思います。何？なんか今日お祭りがあるよ。サタデーナイトカーニバル。今日27だよね。果物のジュース、これ良くない？でも岡山駅に戻ってこない？戻ってこない。来ないか、セミの音聞こえる？すごくない？すごいよ。何人いるんでしょう。どうやって乗るんだろう。ピッてやればいいのかな。東山行き。台湾。かき氷だ。涼しい。ねえ、長い。普通の電車だね。そんなに路面っていう感じもしない。広島、岡山城、岡山公園です。 The next stop is 広島。
しょ。地下に行くんだ。このまま地下だ。へえ。海も弱さった。おしゃれな広場になってて。うん。正門にしようか。これは岡山県立美術館です。なんかね、ジブリっぽいんだよね。見て、読める、読める、わかんない。岡山後楽園、これは戦いだぞ今日は。これはもうかき氷食べて、アイスコーヒー飲んでカフェ食べて、中から冷やしましょう。戦いだぞ。おしゃれなアイス屋さんかな、パン屋さんかな。あ、準備中だ。あ、まだか。すごい、もう立派な橋が、ね、なんて素晴らしい。すごいね。なんか川の色が、ね、あー、ほんとだ、緑っぽい。緑だ。あ、違うわ、緑が反射してるんだ。あー、そっか。へえ。わあ、なんかすごい広い景色だ。これぞザ日本の景色。うん。いいね。ただいま9時1分です。ここに看板がありました。これがやってたんですね。休み休みで。休み休みか。ありがとう、ありがとう。氷ありがとう。冷たい。ここの券は500円なんだけど、うん、岡山城とのセットだとね720円で、うん、あの岡山城だけが400円ぐらいなのね、うん、なんか私はこれでいいんじゃないかと思うんだけど、もんちゃんは城の中は新しくなってるから、うん、エレベーターとかがあるからね、あんま引かなくていいんじゃないかって言うんだけど、これ買ってさ、後で入りたくなったらさ。結局岡山城とのセットにしました、うん、どうせだったらね、うん、入ってみようと。ドローン禁止で。ここはドローン禁止なんでダメですよ。あ、でも、あ、面白いね。でも岡山後楽園を築いたのは池田綱政さん。本当にじゃあ日本だけっちが。え？見てよ、このかき氷のドレッシュさ。あ、すごい。綺麗。モモタルトとかいいじゃん。かわいいね。でも今買ったら結構暑くなっちゃうよね。うん。いや、すごい、なんかのセットみたい。すごいね。貸し切り。ちっちゃ、ちっちゃ。え、なんか思ったよりすごそうなんだけど。白川郷だし、もんちゃん、あれ岡山城じゃん。あ、本当だ。すげー。え、めっちゃいいじゃん。なにこれ。え、ここはこんな広いの？見て見て、こんな小川が出てて。ちょろちょろ川。うわー、足つけたい。入りたい。あ、超綺麗。うわー、感動する。すごーい。すごーい。いや、すごい、芝が綺麗すぎてびっくり。そうだね、これ面白いね。竹が切ったんだよ。切った竹がね、いっぱいある。いや、マジで綺麗。すごい感動。超感動。何ここ。
金沢で兼六園に行ってないことが悔やまれる。あれも日本三大？三名園の一つ。あ、じゃあ三つのうち一個逃してきたんだ。悔やまれる。行けばよかった。結構さ、ルートがあるのよ。こう行ってああ行ってもいいし、うん、こっちから行ってもいいし、うん、どうする？そこに岡山城か。このまま直接行ったらすぐ着くって感じだけど。こっち行ってみる。こっち行ってみようか。あそこにお店ありそうだよね。うん、マジですごい。本当に桃太郎が出てきそうなぐらい。うん。もう本当にさ、時が止まってるよね。すごい。空が青いから今日すごいよ。あー、そっか。一つ逃してるんだ。めっちゃショックだな。良いね、良いね。ね、また私の村構想がさ一つ膨らんだわ。いいよこのかやぶき屋根っていうかさ。いやでもお高級な庭園だよこれは。そうだね、上品です、綺麗で。これよく作ったね。すごいね。1697年だって。へえ。観音像があるっすよ。ああ、この上だ、ね、なんかこの岩もすごいな。あ、そう。すごいね、鯉の量。なんか餌売ってるんじゃない？そうなんだ。半端じゃないです。またなんか見つけた。ほら、鯉の餌売ってるよ。あ、鯉の餌か。うん、おみくじもあるよ。これ茶畑なんだけどさ、藩主が普段飲むお茶となりました。ここで茶葉を摘んで飲んでたんだ、本当に、うん、これ村だよね、言ったら。船がある。あ、すごい、すごいところにいる。すごいね。めちゃくちゃ綺麗。あ、田んぼかも。あ、もち米だ。もち米？もち米だ。そうなんだ。超綺麗。灼熱。脱いで休憩できるんだ。こっからの景色やばいよ。良い。来た方がいいよ。本当だ。このすごいよ、瞑想ビューが。ビュー良すぎ。ここで瞑想してたんだよ絶対。これめちゃくちゃいいな。めっちゃ日本。この村に瞑想ルーム作ろう。振り返ります。おー、多いお茶って感じ。なんと由比新山。じゃ名前は違うけど。なんかもう絵みたいだね。そうだね、今日は天気もいいしさ、風も全然ないから、水面も穏やかだしさ、曲線がそうだね、すごいです。真四角とかに作ってたら絶対に動きないじゃん、うんうん、だからこのさ、こういううねったような感じとかがさ、やっぱ綺麗に作ったんだろうね、うん、暑くてちょっと怖いね。アメンボです。アメンボ。はい。結構ね、ぐらつくよ。うわ、怖いじゃん。怖いじゃん。やば、これ普通に落ちちゃう人いそう。なんで落ちちゃう？だって細いじゃん。わ。へえ。大福抹茶セット。きびだんご付き抹茶、梅サイダー。ね、梅サイダーいいね。飲む？
うん、悩んでる。600円か。かわいいね。めっちゃ可愛くない？やっぱ岡山グッズ刺さるかもしれない。うん、刺さるね、これは。なんでここにいるの？なんでだろう。でもほら見て、ここの辺全部宇宙系だね。ほらほらほら、宇宙が好きなんじゃない？ここの人も。芸能人もたくさん来てて、うん、ちょっと飲もうかと思ったんだけど、岡山城にしようかな、うん、これさ、猫ちゃんの周りにいっぱい食べ物があるじゃん。君は完全に包囲されている。題名がめっちゃ面白いし、この猫ちゃんめっちゃ可愛いの。庭園がさ、歪みがあってさ、すごいって言ったじゃん、うん、でもこういう風にさ、ものすごい角があるところもあるからさ、うん、これがきっとメリハリだと思うんだよね。あんばい、いいあんばい角張ってます。相当な角張りよ、これ再入園できるけども、うん、このまま岡山城に行くから、うん、南門から出ます。はい、こちらどうぞ。なんか、そうだよね、うどんかそばの匂いがします。はい、ありがとうございました。はい、うわー、あー、いいね、もう冷たいのどんどん食べていこう。お腹から冷やしていこう。あ、揚げたてきびだんごだって。きびだんご揚げるんだね。唐揚げとかもあるよ、うん。あ、すごい、ビールも飲めて。これなんていうのね。あ、ちゃん、マスカットソーダが出たよ。無料パフェ。マスカットソーダ？美味しそうだね。え？飲んでみる？飲みたい。マスカットソーダ。はい。フロートじゃなくて。ソーダ。ソーダ。はい。すごいね。岡山城見えるよ、こっから。すごい。ビュー。超いいビュー。色似てない？それでは乾杯。メロンソーダのマスカット風味だ。どういう？うん。美味しい。岡山城って綺麗だね。すごい綺麗だよね。なんか新しめだし、うん、紺色がかっこいいよね。わかる、桃だよ。あ、桃じゃん。桃じゃん。私、奥の白鳥ばっか目に行ってた。桃じゃん。うん。岡山はさ、蝉の量が尋常じゃないの。なんかのもう騒音レベルにすごいんだけど。なんかポツンと料理所があるからさ、どういうことかと思ったらさ、これ全部跡になってるんだ。あ、これは？あ、料理所。じゃあここは建物があったけど、なくなっちゃったんだ。見て、どういうところが見てる。ここは？あ、見て見て。酒部屋？酒部屋？酒部屋。何を感じ取ったらいいの、このコンクリートから。すごい、ね、ここにあったんじゃないの。ここにあったんだね、きっと。あの岡山城、あっつ、じゃあ建て直したんだ、ね、こっちのは台所面白いじゃん。あ、ここも台所だよ。ちょっと高いところになってるね、ここは。やっぱ城はさ、うん、攻められないようにさ、高いところに作るからかっこよさそうね。え、あった、いいね。名古屋城で入れなかったから、うん、今日は入れる。なんか傘があるよ。なんだろうね、ライトアップかな、うん、面白いね、閉じてる傘がいっぱい刺さってる。多分開いてライトアップされて、すごい綺麗なの。
入る喧嘩って正解だと今感じました。私がねご利用ししたのよ、もんちゃんは500円でいいって言ったんだけど絶対入りたくなるって言ってさっと入ってさっと出てくればいいじゃんって言ってね720円ゲットしたのよ。ありがてえありがてえ。ほら涼しいよ。わかりました。はい、ありがとうございます。涼しい。こんなにたくさんあったんだね。うん、これ見ただけで入ってよかった。でしょ？この中のもうあの岡山城だけが残ってるんだね。うん。そっか、全部なくなっちゃったんだ。うん、やばい、歴史がすごすぎる。勉強したよね、きっとね。そうだよね。まさかの6階まであります。まず6階に来ました。すごいね。あ、ここから涼しいの来てない。外に出れるわけではないけど、ああ景色は見える。いいじゃん、あ、さっき撮ってたやつの一番上にいるよ。さっきのカフェ、あ、すごいじゃん。さっきのカフェがすごいね。急にあそこからバックしてきたみたいだね。すごい。いいよいいよ。こんなに至近距離にシャチホコが見えます。これはいいね。人気ラキンだね。もうちょっと横から撮っていいかな。シャチホコのバックの川、木、山、ビルもあるし、うん、これすごいね。うん、すごいね。ポストカード級だよ。うん、外から見ると8個あるんだって。今のとこ1個しか分かんない。クーラーの風にすごい気持ちいいのよ。クローバー、クローバーかな。どう？これで運ばれてたんだよ、江戸まで。本当？でトイレに行きたくなったらこれを携帯してたんだって、このおまるを。これを持ってたらしいよ。なんか嬉しい。かわいいね。肘掛けもあるし。うん、快適だね。うん、買いたいんだけどさ、暑さが怖くてさ、使ったらいいかな。明日からレンタカーで車の中に置いたら地獄じゃん。ちょっといつ買っていいか分かんないんだよ。ママ借りだ。うん、外に出ました。また岡山駅へ向かいます。あ、カヌーしてる。